今日夕方4時からは有村コント岡田ロビン翔子のザ・ベイラインスペシャルウィーク。今回は映画でお悩み相談室、元気になる映画、癒される映画、スッキリする映画、あなたのお悩みを映画で解消します。メールで送ってください。抽選で年末ジャンボ宝くじが当たります。ベイラインは夕方4時からお楽しみに。さあこの後4時からはザベイラインです。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。ロビンちゃんは93年生まれでしょ、ね、そうです、1993年です。90年代前半でしょ。ちょっと何事もなかったからにスルーされちゃうんですね。そうでしょ、あれ僕いますよ。ここに先生僕います。いました。藤村、あ藤村、こちら有村コンプいます。ごめんなさい、アリコン同世代だからね。アリコン同世代だから、はいはい、90年代はもう、あ10代か。90年代はそうですよね。そうでしょ、ビーングとかも聞いてきたりとかね。あ、ビーング系ね、うん、そうですよ、そうそう、はいはい。ロビンちゃん生まれたばっかりだからね。そうですね、まだちょっと記憶がちょっとあんまりない。でも90年代の曲知ってたりするでしょ。そうですね、はい、アメリカにいた時の。アメリカ。あら、ごめんなさい、 J-POP の話してごめんなさい。なんちゃって、そうです。さあ今日はそちらもサイコロを振るんですね。はい、今日はね、春原さん2日連続で5なんですよね。そう、自分で言っていい、すごくない、すごい。ちょっとこの後私たちも頑張って振りますので、我々はだからもう6しか残されてる道がない。言いましたね、ね、6を出すんですね。リスナーの皆様のためにね。そうですよ、頑張りますよ。ロビンちゃんが出したいという頑張ります。ロビンちゃんなんで見届けてください、ね、今日のベイラインは、はい、今日は映画でお悩み相談室と題して、皆さんのお悩みを聞いて映画で解決しようという斬新、ちょっと斬新な企画をやらせていただきます。はい、さすが。もういろいろね、映画のだから、まあ、処方箋をお出しするという形なので、うんうん、はい、まあ、の重たい悩みから軽い悩みまでですね、うん、ぜひあのメーラインのいつもの、ね、メールアドレスにあなたのお悩みを書いてお送りください、はい、ツイッターでもハッシュタグメーラインでお待ちしております。お待ちしております。久しぶりにちゃんと喋りました。はい、じゃありがとうございます。この後よろしくお願いいたします。お願いします。この後はザメーラインでお楽しみください。明日は私サイコロいくつ出せるのか、ドキドキしながら明日も頑張りたいと思います。ここまでのお相手は春原ゆきでした。また明日。さあ12月の15日火曜日、時刻は4時を回りました。4時です。おっきなラジオはベイ FM ザ・ベイライン火曜日、有村コンです。いや、ちょっと空が神秘的でめちゃくちゃテンションが上がっている岡田ロビン翔子と申します。よろしくお願いします。と申します。と申します。いや、お見知りおきをということでですね、まあ今日もこのベイラインね、はい、スペシャルウィークでございます。スペシャルウィークですよ。まだ2日目ですからね。盛り上がっております。そうです、キャッチ・ザ・ドリームベイ FM 全集中ウィーク、うん、まあ今日ですね、もう早速テーマいきますけども、はい、お届けするテーマは映画でお悩み相談室です。うん、あのリスナーの皆さんからですね、はい、お悩みを映画の作品でお答えするという。これアリコンさん今までやったことありますか。ね、作家さんで言うと岩船さん時代あります。作家さんで言うと誰もわからない。そうそう、そうなんですね。昔だからその一問一答で、はいはいはい、例えば最近上司とうまくいっていません、この映画でしょ。ああ、なるほど。だから例えばプラダを着た悪魔、うん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 、とか。いや、でもアリコンさんもう日本で一番映画を見てる人じゃないですか。そんなことはないですけど。そんな方からあなたへのおすすめ映画してもらえるって、結構お金払ってでもしてもらいたい人いると思う。これ、ね、だからベッドですね、あのホリプロから請求書が届きます。怖っ、ちょっとメールの数減っちゃうんでやめてもらっていいですか。そういうお金のベッドが届きますんでね、ちょっと後日またあの、はい、大丈夫ですよ、皆さん安心してください。ね、でも今日ロビンちゃんもさ、はいはい、やっぱりほらクイーンズギャンビットのね、うん、解説が素晴らしかったと。いや本当ですか。もう方々から絶賛の嵐。そんなもう情報が足りない足りない。いやいやいや、もうだってね、はいはいはい、あのベイフェムの新入社員の方からも、あ、ね、ね、見てますって言って、聞いてますよって。嬉しいですね、ありがたいですよね。ありがたい。ということで、ね、ロビンちゃんもぜひあのお悩みをね。でただ僕とそれからロビンちゃんだけじゃなく、だけじゃなく、今日はスペシャルウィークということで、後ほどね登場のスペシャルゲストが、うん、もう映画といえばみたいなね、はい、形で返していただきますので、はい、よろしくお願いします。ちなみに例えば、はいはい、じゃあこれ、あ、いいですか、ロビンちゃんお願いします。じゃ例えばなんですけど、はいはい、あの今回のね、今年のお正月休みはどこにも出かけられそうにありません。どこか行きたい、せめて行った気持ちになりたい、こんな私どうしたらいいですかっ
っていうお悩みが来たとしたら、有功さんが簡単ですよ。え、何ですか？マンマミーヤを処方します。おー、まあ、処方あれやっぱりね、地中海のね素晴らしい、メリルストリープも素晴らしいけど、はいはいはい、やっぱりあの海のさ、真っ青なギリシャの、あのブルーの海と、はいはいはい、それからあの建物、ギリシャってすごい紫外線が強いから、あの真っ白の、ね、壁がものすごい映えるわけ。あ、そうなんですね。あそこでアバの名曲があの次から次へと流れて、アリコンさん恐ろしいですね。このなんか短時間でこれがどんどん続きますけど大丈夫ですか？僕死ぬかもしれません。僕今日もう3時間後ですね、あの戒名を考えておいてください。いつの間にか今日アリコンの戒名を考えように変わります。ね、ナリコンさんがビシッと皆さんのお悩みを解決で、私もたまに、ロミちゃんだったら、例えば私もニュルッとどっか行きたい、そんな時におすすめの映画お願いします。フランス派っていう映画。フランシス派じゃないですか？あ、違う、それフランシス派、ね、あ、そう、フランシス派、うんうんうん、これすごいフランス の、 あの1950年ぐらいかな、昔のこう街並みとかすごくおしゃれ で、ね、いい映画なんだよ。可愛らしくて、ちょうど27歳の主人公の女の子がいるんですけど、はいはい、私今27歳なので最近見て、すごいフランスいつか行きたいなって思うような素敵な映画でした。これさ、ちょっと企画いけるんじゃない？これこんな感じで大丈夫ですか？これ大丈夫だよ。だってこれ、え、私初っ端からタイトル間違えてますからね。フランス派って言っちゃって、フランス派って聞いたことあるな。フランシス派じゃないですか。よかった、今日はね、アリコンさんが言ってくれるんで、間違った情報はアリペディアがちゃんと修正しますんでね、直していただきたいと。そしてですね、今日は本日のプレゼントがロビンちゃん、はい、あるんですよね。キャッチ・ザ・ドリームベイ FM 全集中ウィークということで、一等前後賞合わせて10億円が当たるチャンス、年末ジャンボ宝くじをドドンとプレゼントしちゃいます、はい。火曜日はリスナーの皆さんに何枚プレゼントするのか、サイコロをね振って決めたいと思います、はい。昨日はちなみに30枚、なるほど、3だったんですね。3だったんだ、まあ、出た目かける10なので、まあ、1なら10枚、6なら60枚をプレゼント。じゃあちょっといいですか？もう早速オープニングからやっちゃおうか。オッケーオッケー。すごいこのプレッシャーがすごいんですけど、今あれですね、ちょっとラジオなんで音だけ、はい、目の前に、あ、今ここにサイコロが入っております。あー、緊張する。これさあ、それではロビンちゃん、はい、サイコロ振ってください。いきます。ブルル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 ルダン。あ、いやー、3。何この感じ。もうね、ねえ、助けてー、助けてー、もう一回振りたい、もう一回振りたい。これはもう二度目はないの？あ、ダメなんだ。もう一回売れたいよ、ね、この。いや、でもほら、1じゃないだけ。うん。30枚。30枚も当たりました。あれ、昨日キャンさんも3だったの？はい。あ、じゃあまあ、キャン先輩に合わせたということでね。そうですね。キャンさんより上に行っちゃいけない。あ、いや、まあそうすると次のゲストも上行ってどうなんだって話。あ、そっかそっか、ね、そうですね。そうですね。いやいや、まあでもいいじゃないですか。とりあえず今日は3でございます。30枚ということで、皆さんね、はい、ぜひぜひプレゼントも当てていただきたいなと思います。はい、さあということで、メッセージ、うん、もうね、ハッシュタグベイラインをつけてツイッター、今日はだから映画お悩み相談室でプレゼントが欲しいという方は、はい、これだから10億円のチャンスがあるわけですから。そうですよ、とりあえず送らない手はないっていうね。もう一言でも一言、まあ、短めでも、そうですね、全然大丈夫ですからね、うんうんうん、皆さんメール送っていただきたいなと思います。カッパケ監督の選曲もですね、メールでこちらまでお願いします。はい、ベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp までお待ちしております。来ました。さあ、今日も早速ですよ。もうちょっとロミちゃん大丈夫ですか？今夕日がもうさ、目に染みてね、もうね、俺のことほとんど見えてないでしょ、これ。アリコンさんが光に埋もれて、もうほぼほぼ見えていないんですけど、夕焼けコーナーのお時間となっております。はい、今日の海浜幕張周辺の日の入りは、予定時刻16時27分頃。ちょっと今写真撮りますよ。ちょっともうなんかすごい、今日ね、雲がこう何層にもなっていて、神秘的な空が広がってるんですけど、皆さんのとこはね、どんな景色が見えてますか？富士山もすごく綺麗に見えていますけど、ぜひね、写真撮れる方は写真を撮って、ハッシュタグベイラインで投稿していただきたいなと思います。さあ、これね、日の入り前後の15分合わせて30分間が夕焼けのベストタイム、マジックアワーということで、皆さんも一緒に、この夕焼けを見て、ジーンとしてください。あんなにも、いや、皆さん
ん続々とツイッターに素敵な夕日の写真を上げてくれてますけど、金物担当さんスカイツリーと一緒にね夕日の写真、まあ素敵ですね。あとサヤリンさん、ジュリーさんかね、ジェリーさんですね、はい、ニャゴさん、ヒョウエモンさん、まあね本当にあの皆さんの自宅職場から見えている夕日をね、同じ夕日を見てるわけですから、本当ですよね、ラジオと同じ繋がってますね。ぜひ皆さん写真を見ながら楽しんでいただきたいと思います。はい、玉置浩二メロディーに続いては、はい、ミーシャ会いたくて今でした。You are listening to Kone Ali Mula, Shoko Robin Okada's The Bayline。さあ時刻は4時27分回っております。ベイ FM 火曜ベイライン、有村コンと岡田ロビン翔子が夜7時まで生放送です。さあ本日のラインナップです。お願いします。まずはこの後4時40分頃スペシャルウィークの映画でお悩み相談室スタートします。映画に詳しい元レンタルビデオショップ店員のお笑いコンビジャガモンド斉藤正信さんも登場してくれます。リスナーの皆さんからは、まあ、映画に関係あるとかないとかもうね細かいことは気にせずに、どんどんお悩みやご相談送っていただきたいなと思います。もちろんこちらにメールしていただいた方も年末ジャンボ宝くじプレゼント対象です。そして5時20分頃、相良翔香ちゃんの千葉チューズオンチューズデイ。今日は柏市にあるランドローム湘南店からレポートしてくれます。さあそして6時20分頃からはカンパケ監督シーズン4。リスナーの皆さんが監督となり20秒のショートストーリーにあなたなりの音楽をつけて演出するという企画です。今日は知らない街というテーマで監督になったつもりで演出リクエストをしてください。用意、アクション。はあ。学校行きたくないな、勉強やだな、このまま電車でどっか遠くへ行っちゃおっかな。寝ちゃった。え、あれ、ここどこ。はい、カット。どこに行っちゃったんですかね。煙突町のペルですねこれね。きっとね、そんな世界が広がってたんですか。西野さんですよ本当に ね、まあ12月の25日から公開なんでね。あ、そうか、クリスマスからだ。そうですよ、よろしくお願いします。まあということで知らない町、こういうのあります、なんかその寝過ごしちゃって、あ、だ終点まで行っちゃったみたいなことはありますよね。ある、あります、あります。でも それ酔っ払っちゃってとか、酔っ払ってとかじゃなく普通にもうがっつり、特にこの寒い時期ってあの電車の足元すごい暖かくて、なんか安心しちゃって寝ちゃうみたいな、わかる、ありませんか。おうおう、そういう感じでどこだこれってなったことはありますね。学生時代の時ね、結構落ち込むようなあれね。そうなんですよ、僕八王子まで行きました、中央線。八王子ね、終点まで、八王子まで行くとなかなかですよ、やっぱり。そうね、あのねニュースでいつも出る、うん、寒くなったら必ず中継してますよね、八王子で。強まあそういうね、だからまさに知らない、ここどこだっていうね、うん、ということでね、カンパケ監督のショートストーリーやベイラインのツイッターでも音声がアップされています。聞き逃した方はこちらをチェック。カンパケ監督の選曲はメールでお願いします。メールの件名にカンパケとカタカナで書いてお送りください。そして6時35分頃はゆうゆう千葉、新しい千葉の楽しみ方を発信するコーナーです。さあじゃあどうですか、メッセージ、この時間はいけない、いけにゃい、後ほど、いけにゃい皆さんまだまだメッセージ間に合いますからね。はい、ハッシュタグベイラインをつけてツイッター、そしてカンパケ監督の選曲はベイラインアットマークベイ FM.CO.JP BAYLINE アットマークベイ FM.CO.JP までお待ちしています。お送りしたのは森七菜、中村智也主演ドラマこの愛温めますかの主題歌、世界の終わりサイレントでした。ベイ FM リスナー安全運転宣言。さあこの時間はリスナーの皆さんからの安全運転宣言メッセージをご紹介します。はい、今日は埼玉県草加市のラジオネームまよまよさんよりいただきました。ありがとうございます。自転車に乗って T 字路を曲がろうとしたらスピードを落とさないで乗用車が入ってきました。ちょっと間違えたらぶつかっていたかもと思うくらい車が近かったのですごく怖かったです。急いでいるのかもしれませんが、細い道を走るときはスピードや周りに気を配ってほしいと思った瞬間でした。やっぱりね、その交差点って非常にやっぱ事故を出会い頭というふうにね言われておりますので。そうですよね、やっぱりこの T 字路、本当にちょっと念には念を入れて、自動車を運転される方も、そして自転車、
こちらも同じく気をつけないといけないですよね。お互いにお互いのことを思って運転していただきたいなと思います。 T 字のカミソリも T 字路もゆっくりゆっくりね滑らせましょう。そうですね、全部ゆっくりゆとりを持って行動していきましょう。安全確認をお願いします。お願いいたします。まよまよさん、ありがとうございました。千葉県では現在令和2年冬の交通安全運動を実施中です。番組ではリスナーの皆さんからの安全運転宣言メッセージをお待ちしています。メールで安全アットマークbayfm.co.jp、 住所、氏名、年齢、ラジオネームも忘れずにお書きください。 bayfm のホームページ、携帯サイトの応募フォームからもメッセージを送れます。 bayfm と高畑は交通事故ゼロを目指し、 bayfm と高畑は交通事故ゼロを目指し、これからもリスナーの皆さんを応援していきます。以上、 bayfm リスナー安全運転宣言でした。さあ、時刻4時35分です。アリコンとロビンちゃんの火曜ベーライン、うん、今日のテーマでございますが、映画でお悩み相談。いや、そうですね、ということでね、うん、もう続々と皆さんからですね、そうなんですよ、あの大なり小なりいろんなお悩みがね届いておりますので、ぜひメール、そしてツイッターの方はハッシュタグベーライン、ハッシュタグ BAYLINE、 そしてメールの方はこちらまでお願いします。はい、ベーラインアットマーク bayfm.co.jp、 BAYLINE アットマーク bayfm.co.jp まで送ってください。さあ、 CM トラフィックの後はスペシャル企画の映画でお悩み相談室スタートです。Bay FM 78. You are listening to Cone Ali Mula, Shoko Robin Okada's The Bayline. さあ、時刻は4時40分回っております。 Bay FM Bay Line 火曜日、有村コンと岡田ロビン翔子でお送りしております。はい、さあ、じゃあもう早速行っちゃっていいですか。今週の火曜 Bay Line スペシャルウィークはこちら、映画でお悩み相談室よっ、シンバティー。ありがとうございます。さあ、あなたのお悩みに対して今日は映画でお答えします。はい、映画であなたのお悩みを解決したい、映画で傷を癒したい、映画からヒントを得てほしい、皆さんからのお悩み相談、お困りごと、聞いてほしい話などまだまだ募集しております。メッセージはベラインアットマークbayfm.co.jp まで、メールの件名に映画でお悩みと書いて送ってください。お願いします。そんな映画でお悩み相談室、リスナーのね、お悩みにお答えするのは、はいはい、アリコンさん、そして私岡田ロビン翔子だけではありません。そうです、この企画のスペシャルゲストです、お笑いコンビジャガモンドの斉藤正信さん、よろしくお願いします。どうもスペシャルゲストでーすいや、スペシャル感あるな、やっぱり。ないですよ、スペシャルですね。違うよ、やっぱりね。やめてください。あのジャガモンドのサイト、アーモンドの方ですよ。まさかお会いできるとは。誰も知らないんです、多分。いや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 、やっぱりトークカリッカリッときてね。カリッとじゃないですよ。ちょっと2人で仲良く進めないでくださいよ。ほったらかしにして僕を。いやいや、もうでもね、ジャガモンド斉藤君とはね、はい、この間のサウナ。はい、大井町のお風呂の王様連れてってくださいまして、一緒に行ったり。そんな二人のプライベート情報はどうでもいいんですよ。なんでですかちょっと興味持っても、二人でサウナ行った話どうでもいいんですから。楽しかったよな。楽しかった、また行きたいですよ。まあ、でもね、今日なんで斉藤さんに来ていただいたかというと、大学生時代にあのレンタルビデオショップでおなじみの、はい、ゲオで3年間アルバイト、これ僕知らなかった、そうなんです、されてたんですよね。アミューズメントディベロッパーゲオで、どこでなったんですか。要町店ですね。要町店、お風呂の近くのゲオで、はいはい、まあ、3年ぐらい夜勤でずっと働いてまして、まあ元々その前から映画好きだったんで、まあゲオで例えば映画の問い合わせとか来たらこう楽しくこう返してみたいなのが3年間まずあったんで、しかもそのゲオのライバル店、はい、T スタヤT 社、そうですね、競合ですからね、どっちかっていうとね。T 社でも芸人さんになってから2年間働いてたんです。そうですね。どこ店だったんですか。そこはまた近くの池袋、東池袋店。意外とでかい店舗ですね。そうな、あ、よくご存知。でかいのよ。でかいんですよ、声優のね、しか下にあって、でも今もう潰れちゃったんですけど。そうなんですね。いや、じゃあこれはもう、今日はもうだから安心ですよね。安心安心、もうアリコさんだけでも十分なんですけど。そうですよね。いやいや、そんなことないもん。保険で、保険な、保険要員なんですね僕は。保険でね。そうそうそう、まあ、だまあまあサブキャラというか、サブパートナーみたいな。いやいやいや、ね、でも僕の YouTube チャンネルでも、はい、よくねゲストにお越しいただいたり、僕もねシネマンションさん
コラボしてますよね。そうなんです、そうなんです、出ていただいて。そうなんです。どうですか、アリコンさんの印象は。いや、もうね、めちゃくちゃ明るくて素敵なおじさんなんですよね。なんかその、あ、表ではね。そうです。で、僕、おじさん中学生って呼ばせてもらってるんですけど。おじさん中学生。そうなんです。ハートは中学生みたいに、うん、はいはいはい、そのバックドゥザフューチャーのグッズがどうのこうのみたいな、キャッキャする心が、やっぱ若々しいなっていう。今日も見てもらう、もう気合入りすぎて2001年宇宙の旅。ほんとだ。もうパーカー着てますから。気づかなかった。スペースオデッセイ。スタンリーキューブリック。さすがです、ね。1968年。すごいですね。いや、でもちょっと僕ここで、ちょっと先に謝っとかなきゃいけないことがありまして、なんか1年前ぐらいに実はここの建物にちょっとお邪魔させてもらってまして、そのラジオのオーディションを受けた機会があったんですよ。あら。で、なんかこんな見晴らしのいいとこじゃなくて、なんか取り調べ室みたいな部屋あるじゃないですか。そんなお部屋ありました？まあ、あっちかな。なんか窓がないような、あっちのですね、反対側かな、はいはい、反対側ね。そこに閉じ込められて、閉じ込められて、言い方、はい。で、なんか一人で自由に喋ってくださいみたいな。で、もちろん映画の話もしたんですよ。そしたらなんかディレクターさんが、実は有村昆さん番組のレギュラーやられてますよみたいなこと言って、はいはい、まあ、この番組なんですけど、まさに。あ、そうか。で、それを聞いた時に僕が、いや、でもそんな、まだアリコンさんとね、お知り合いになる前だったんですけど、うんうんうん、いや、そんな番組ぶっ潰してやりますよみたいなことをちょっと発言実をしちゃってまして、うん、ちょっと待ってください、雲行きが変わってきましたから、それでもうちょっと話を聞かせてもらおうか。いや、ノリですよ、その、いや、はいはいはい、目指す目標として、そうですよね、なるほど、潰してやる、ボコボコにしてますよ有村コン、うん、みたいなことをちょっと言っちゃってて、うん、当時、はい、で、そのディレクターさんが今日さっき廊下ですれ違って、え、マジで、なんかそういう話してましたよね。ナムさんじゃないでしょ。いや、今多分ここにはいないんですよ。いない、あ、そうなんだ。アリコンさんぶっ潰しますよとか言ってましたよね、はいはいはい、みたいなことを。さすがやっぱ映画チンピラだね、やっぱりね。すいません、なんでさすがですね。いや、ちょっとなんか、バチバチの2人でお届けする感じになってますけど、じゃあメッセージたくさん来てますから。どんどん行こう。いいですか。どんどん行きたいと思います。お願いします。まずラジオネーム、パーカーのある生活さん、22歳の方からいただきました。大学4年で卒業を控えた今、うん、やらなければいけないことがたくさんあり、やらなきゃいけないのは分かっているんですが、はい、どうしてもやる気が出ず、今日もこたつから離れられずにいます、はい、自分を奮い立たせることのできる映画はありますか。もう簡単ですよ。もう誰から行く、これ。じゃあもう3人今日お答えの人がいますから。3人ゆっくりと。じゃあ、せっかくなら斉藤さん、ね、まずゲストの、いや、これはもう一言言ったら、もうシルベスター・ストローンが出てる映画を見れば全部奮い立つなかなと。え、うん、まあ、ロッキーシリーズはもちろんのこと、あ、まあ、あと、ランボーっていうね、シリーズがあって、まあ、あえて一本選ぶなら、はい、ランボーの4作目の、最後の戦場っていう、うん。待ってください。4作見なきゃいけないってことですか？いや、あの、4作目だけでもいい。4作目だけでもいい。いきなり見ても大丈夫。そうなんだ。で、まあ、そこで、まあ、ある、なんていうのかな、若手兵士5人ぐらいを、ランボーが引き入る瞬間みたいなとこが、場面があるんですよ。で、その若手兵士がちょっとひよっちゃうんですよね。なんかちょっと、これ以上言ったら危険なんじゃないかみたいな。逃げようみたいなこと言うと、ランボーが、その若者兵士に、この弓を、もうゼロ距離で向けまして、そこでランボーが、うる覚えなんでちょっとあれですけど、無駄に生きるか、覚悟して死ぬか、お前が選べっていう場面が。これがもうがっつりカメラ目線で来た時に、ああ、もういても立ってもいられないとこっちはなるという。あ、じゃあもうこたつから出ようっていう気持ちになりますか？いや、もうなるよね、もうね。はい。あの雪の中はもうダイブですよ、もういきなり。そうですね。それくらいの気持ちある。こたつ爆破です、まず。爆破爆破。もうそれぐらいね、ちょっとね、痺れる映画なんで。もうね、僕ちょっといても立ってもいられなくて、それにかぶせていい？いいですよ。でもね、そのやっぱ熱い、はい、無駄に生きるか、はい、今熱く死ぬかっていう意味では、はい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 、今絶賛公開中の300億円突破した、うん、鬼滅の刃の煉獄さんのセリフですよ。なるほど。煉獄さんは赤座によって、うんうん、もうこのままお前は永遠の命与えられるから鬼になれって言うんだけど、うんうん、俺は今このままで仲間のために死にたいと。ほう。ありましたね。だからね、それまさに無駄に生きる。だから永遠の命が授けられると分かっていながらも、うん、何言ってんだと、そんなもの生き地獄だと、うん。無駄に死ぬよりは、今ここで仲間のために死んだ方が、よっぽど熱い人生、太く短い方がいいじゃないかということを、このね、煉獄さん言ってるんですよね。素晴らしい。もう今すぐこたつから出よう。出よう。出れる、もうこれで。出よう。君は何にでもなれる。何にでもなれる。ランボーと煉獄さんだと。煉獄さん、そうです。あと藤岡弘さんですよ。ちょっとまだ1通目なのにこの熱量。だ、持ちますか、お二人。大丈夫ですか。持ち行きましょう、これは。じゃあ、いやでも熱いよ。僕も本気だもんだって。本気、本気。ちょっとほてってきました。ほてってきた。はい、ラジオネーム、紫のゆりさんからいただきました。私の悩みは自分を認められないことです。うん、自分なんか、自分には、など、ネガティブになってしまいます。うん、前向きになりたい。ぜひ、
おすすめの映画教えてください。なるほど、また前向き系ですね。前向き系ね。でもこれね、皆さんこういうお悩み抱えてる方たくさんいると思いますから、はいはいはい、ちょっとビシッと。確かにこういうやっぱご時世でもありますからね、うんうん、確かに前向きな気持ちになりたい映画。自分を認められない前向きね。あ、いいですか、じゃあ、はい、お願いします。斉藤さん、これはちょっとアリコンさんも賛同してくださると思うんですけど、もう、まあ、男はつらいようですかね。おだな、やっぱりな。特に男はつらいよ。よ、一応50作あって、うん、すごいね、大作ですもんね。まあ、ある意味どこから見てもいいんですけど、うん、まあ、40作目あたりからいわゆるその主人公のトラさんの、うん、その甥っ子、はい、吉岡秀隆さんが演じる三尾っていうキャラクターがいるんですけど、三尾さん、三尾がその就職とか結婚とか恋愛ですごいこう悩んで、うん、で自分は何をしたらいいか分かんないみたいな人物なんですよ、うん、でそこにおじさんのトラさんがフラッとやってきて、いろんなこう名言というか投げかけてって、三尾がこう自信をこう取り戻していくというか、人生にも意味があるんじゃないかみたいなことをこう自信を取り戻していく作品が後半の10本ぐらいなんで、このあたり見るとまるで寅さんが自分にこう語りかけてくれるような元気になる映画になると思うんですよね。いや、なんかちょっとずるいですね。なんかかっこよく見えてきました。なんかこうやって。いや、もともとブサイクみたいな。もともとかっこ悪いスタートみたいな言い方じゃないですか。違う、そうでなくて。はい、いや、すごいなと思って。じゃあ、ロビンちゃんの例えば、はいはいはい、前向きになれる映画。ああ。あります？私は、私だったらこれみたいな。I Feel Pretty G っていう映画があるんですけど。確かに。アメリカの渡辺直美ちゃんと呼ばれてますね。そうそうそう。だからちょっと自分の見た目に、はい、コンプレックスがある女性が、うん、まあ仕事も恋愛もうまくいってなくて変わりたいと思って、うん、ジムに行って、ね、こう通いや頑張るんですよね、はい、でもそこで頭を打ってしまって、ね、気絶してしまって起きたら、はい、もう絶世の美女になってたっていう設定で、うんうんうん、でもそれは周りから見たら何にも変わってないんですよね、はいはい、その女の子だけが主観がね、そうそうそう、 でもやっぱ自分が可愛くなったってこう思い込むことによって自信も生まれて発言がどんどん変わっていって、はい、周りから見たら見た目は変わってないけど、うん、すごくその内側から出るエネルギーが、うん、すごくて、なんか私それ見るだけですごい元気になってやる気が出てくるんですよ。あれよあれよという間にね、彼女がもうどんどん好転してってね。そう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 。なんか並んで待ってる時にさ、はい、男の人が、番号札何番って、あなた番号を教えてさ、私の電話番号を知りたいのみたいな。そういう何でもこうポジティブに捉える。受け止めちゃうっていう、ね。そう、あの考え方素晴らしいですよね。そうなんですよ。だからそういうのがね、いいなと思って。確かにあれヒントになりますね。なる。僕もね、それに被せるならばね、はい、前向きになれる映画をイエスマン、イエスマン、これね、ジムキャリー、はい、であるネガティブな男が、はい、どうせ俺なんて何やってもうまくいかないって言うんだけど、うん、ある瞬間から全部はいしか言わないっていうのを心に誓って、はいはい、やろう、参加します、行きます、やりますってこと全部イエスイエスイエスって言ってったら、うん、人生がどんどん好転していくっていう、そうですね、だから1秒先からあなたの未来は変えられるんですよ、うん、とにかくイエスって言ってから考える、うん、豊臣秀吉がさ昔3日で城建てろって信長に言われた時に、うん、やりますっつって、うん、でもとりあえずやりますって言ってからそのやり方を考えればなんとかなるっていう、ね、なるほど、言霊じゃないですけどね、そういうのがあるんでしょう ね、いや素晴らしい、ちょっとまだまだ後ほどねメッセージ紹介したいと思います。いやーすごいですね、ちょっと熱量が、ツイッターでもね待ってますからね、はい、はい、皆さん、はい、あなたのお悩み相談お困りごと聞いてほしい話など、うん、メッセージベラインアットマークベイ FM.co.jp までまだまだお待ちしております。さあそれではここでみんなが笑顔になれる、そんな国民的映画の主題歌をお届けしたいと思います。何？井上あずみ、隣のトトロ。出た。お送りしたのは、井上あずみ、隣のトトロでした。さあ、今日はね、はい、ゲストに、斉藤さんに来ていただきまして、ジャガモト斉藤さんお越しいただいております。映画でお悩み相談室、うん、まだまだですね、皆さんからツイッターはハッシュタグベイライン、そしてメールの方は、ベイラインアットマークベイ FM.co.jp でお待ちしております。そして5時20分頃からはですね、はい、相良翔香ちゃんのチューズオンチューズでもありますし、はい、もういろんなコーナー満載ですけども、斉藤さんはね6時過ぎまでお付き合いいただきますので、いいんですかそんな言って、もう皆さんたくさんねお悩みをお寄せいただきたいというふうに思います。お願いします。もう曲が流れてる間もずっと映画談義でしたね。いや本当に止まらないんですよ、ね、いや本当に映画の話はいいですね。皆さんメモしながら、そうですね、はい、待ってます。Bay FM 78. You are listening to Kon Ali Mula. Show called Robin Okada's The Bayline. せーの、ゴジです。
です。さあ、ということでキャッチザドリーム、ベイ FM 全集中ウィーク。もうぜひね、皆さんね、あの、紙が回ってきたらですね、ベイ FM、ベイラインって書いてください。ベイ FM です。お願いします。ということで、ベイ FM から生放送火曜ベイライン、私、有村コント。岡田ロビン翔子でお送りしております。はい、さあ、今日の火曜ベイラインスペシャルウィークは、映画でお悩み相談室でいきたいと思います。これね、皆さんまだまだあなたのお悩み、相談、お困りごと、聞いてほしい話などなど送っていただきたいなと思います。はい、メールはベイラインアットマーク、bayfm.co.jp までお待ちしております。宝くじ30枚が当たるチャンスもありますので、住所と氏名と書いて、はい、連絡先書いてメッセージ送ってください。はい、さあ、今日はね、スペシャルゲストにお笑いコンビジャガモードの斉藤正信さんにご登場していただいております。もうスペシャルゲストでーす。やっぱりスペシャルゲスト感あるもんね。まあ貫禄がありますからね、やっぱしね。だってアリコンさんの方がなんなら若い格好してる感じしません？確かに、あのね、今日黒と白のパーカーで、僕はもうオンとオフがはっきりしてるんですよ。そうです。オンの時も絶対ジャケットにネクタイっていう。そうですよね。でもオフ、オフっていうか、まあ別にあのラジオからね、オフってわけじゃないですか。今オフなんですか、アリコンさん？ちょっとスイッチ入れてください。油断してるんですか？いやいや、でもほら2001年宇宙の旅だから。ね、いいよ、まだ映画つながりです。2001年宇宙の旅。シルバティー！いや、おー、すごいな。ありがとうございます。自分のペースにすぐ巻き込むから。本当ですよ。ちなみに、斉藤さん、はい、ジャガモンドの斉藤さんは、はい、あの、はい、1年間でどれぐらい映画見られるんですか？知りたい。僕は新旧作合わせると260とかですかね。260。だって365日しかないわけですから。そうです。3分の2、4分の3は見てるってことですね。そうですね。1日最高どれぐらい、なんかまとめてみたりもするんですか？まとめてみる方が逆に多いかもしれないですね。そうそう。でもね、僕らあるのあるんですね。はい、そうそうそう。まとめてみる方が多いんですよ。多いです。なんか例えばクイーンズギャンビット一気に見なきゃいけないとか、はい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 、そうするとバーッと一気に見るっていう習性があります。その日だけでガーッと、そうそう、映画もはしごで見るみたいな。そうそうそう。正直内容忘れちゃわないですか？いや、僕はそんなことないですけどね。大体はね、はい、あの後追いで結局そのプレス資料見たりとかするんで。そうですね。メモしながら見られます？いや、僕は一応画面集中して、はい、その後にメモを取るタイプ、一気に取るタイプですね。それこそそれで忘れないようになるみたいな。素敵ですね。素敵でしょ。じゃあちょっとメールもたくさん来てるのでもう行きたいと。どんどん行きましょう。お悩みね、はい、いただきます。あ、皆さんありがとうございます、はい、お願いします、ラジオネーム居眠り師匠さんからいただきました。ありがとうございます。コロナ前は美味しい料理を聞きつけると足を運んでいたりしましたが、うん、今はそんなこともいきませんけれど、美味しい料理が食べたい欲求は膨らむばかりです。いや、そうだよ。どうしたらいいですか？女性の方から。なるほど、なるほど。食べ物か。僕はじゃあね、南極料理人っていうね、坂井雅人さん主演で、はいはいはい、あの南極の観測隊の人たち家から一歩も出られないわけですよ、うん、南極だから、はいはいはい、でもね、そこのシェフがね、うん、優秀で、もうこうやって美味しいね、エビの伊勢エビのなんとかって今一回出すんだよね、はい、あの映画見てるとラーメンも食べたくなりますね。そう、北野さんがこうやってラーメン進んだけど最高なんですよね。フードコーディネーターが飯島奈美さんっていう人だよね、はいはい、いや、あの人カモメ食堂とか名だったるね、あのシズル感っていうのちゃんと映画で出した人なんで。出たシズル、はい、それもおすすめですね。いいですね。斉藤さんはどうですか？僕は伊丹十三監督のタンポポですかね。待ってました。タンポポ、いい、ね、なんかタイトルから聞くとあんまり料理が浮かばないんですか？ラーメン屋さんの話なんですよ。へー。で、地味な話じゃなくてちょっと西部劇チックというか、はい、潰れそうなラーメン屋作るみたいな感じの話なんですけど、うんうんうん、そのラーメンのもうほんとシンプルな中華麺なんですけど、はいはい、その湯気の感じとかがめちゃくちゃ美味しそうで、で、これこの前あのデビット伊藤さんって方とご一緒した時に、はい、うんうん、デビさんあのラーメン屋を経営してるんですけど、うん、なんか海外の行った時にその海外で日本のラーメンが流行るじゃないですか。で、その向こうの海外のラーメン屋さんに聞いた時に、日本のラーメン最初に美味しそうって思ったのはタンポポを見た時らしいですね。なるほど。いまだにタンポポ見て海外の人がラーメンっていう、日本のラーメンうまいんだって言ってラーメン屋さんを始めるみたいな。知らなかった。それぐらい影響を与えてるみたいなんで。素晴らしい。タンポポ美味しそうなんですよね。いいですね。私あれが好きです、はい、大統領の料理人。料理人、あれいいっすよね。あれもね、女性の方が、はい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 、男社会ですごいちょっと高級な、ね、最初いじめられるんだよ。そう、いじめられているんだ。男社会だから、と徐々に徐々にこう成長していくっていうのがいいですよね。あれもおしゃれで、なんちゅう名前なのか分かんない料理ばっか出てきますよね。あれもそうそう、フランス料理だからね。そうなんですよ。そうそうそう。普段なかなか自分が食べない料理が見れるから楽しいですよね、うん、見てて。楽しい、あれも、うん、じゃあ続いて、はい、ラジオネームポポコさん、ポポコ、アリコンさん、岡田さん、斉藤さん、こんばんは。こんばんは。私の悩みは恋ができないことです。
今まで仕事と、勉強を一生懸命頑張ってきたので恋愛しようと考えたことがありませんでした、異性を友人として大切にする気持ちはもちろんあるんですが、あなたのことが好きだと思える相手がいないんです、友人たちは普通に恋愛して結婚していきます。私だけ普通のことができなくて悲しいです。ぜひ教えてください。なるほど。誰から言いますか？恋ができない男さん。ですね、ポール・フェイグという監督のブライズ・メイズっていう映画があるんですけど、ブライズ・メイズっていう、うん、でサブタイトルは確かちょろちょろってついてたと思うんですけど、はい、これがそのもう女性5人組仲いい5人組みたいな子たちが出てくる映画で、うんうん、でみんないい年してちょっとこう結婚する世代というか年齢になるんですよ、うんはい、でみんな結婚できてなくて一、うん、人だけ結婚するってことになってでその子がちょっと性格悪いというかあらちょっとこうお高く止まったように見える子なんですね、うんうん、でもその子がまあ結婚するってなったから、まあ、みんなでお祝いもしなきゃいけないしブライズ・メイズというのはその結婚する時の女性たちのね友達花嫁の友達ってなってたく中で、うん、この結婚できてない主人公が、まあ、そのいろんなグレーな関係の相手とかもいるんだけどその友達に嫉妬しながら私は結婚できるのかそれともこの人本当のこと好きなのかみたいなリアルですね葛藤をしてって最後なかなかいい着地をするっていうなるほど結構ねマニアックなんですけどいい映画なんでポポコさんにはおすすめ、はい、ブライズメイズ合うかもしれないですね。僕はね全く逆説的な映画でワンダーウーマンを紹介します。ワンダーウーマン、はい、ワンダーウーマン1984っていうのが今度、はい、今週の金曜日からね全国で公開されますけどす、ね、その、ね、前作に当たるものをぜひ見ていただきたい、うんうんうん、これアマゾネシアの島で生まれた子が、このダイアナ姫っていうのがワンダーウーマンなんですけど、はいうんうん、が男を知らないわけですよ、うん、アマゾネスの島だから、ね、女しかいない、うん、そこに空軍パイロットの、まあ、スティーブっていうクリス・パイン演じる男がたまたま不時着して男と出会うんだけどもそのね男知らなくてもいいじゃんっていう考え方なんですよ。確かにそうですねあれはだからもう女が一番強いっていう考え方で、はい、でそのまあどんどん見ていくと、まあ、2人が恋に落ちていくんですけども、うん、なんかねもっとこう私は私であれば別に周りに流されなくていいじゃんっていう考え方があるんで、うん、あなんか2人の意見が真逆で俺喧嘩ですかこれはやっちゃうじゃんこれちょっとちょっとこのクリスタこれ越しにこれ越しにこれなんていうのこれアクリル板なんていうんでしょうこれはアクリル板ねこれね、はい、じゃあ続いて、はい、ラジオネームはるさんからいただきました。はじめまして。はじめまして、うん、最近大型の有機 ELTV、テレビを購入しました、うん、もう画質の良さに大感動、はいはい、びっくりしたのが CM って実はとても画質がいいんですね、うん、そこでお尋ねしたいんですが絵の綺麗なもしくは感動する映画を教えてほしいです。わっ何これすごいと言ってしまう映画何かおすすめですか、うん、教えてください。じゃあこれはちょっと斉藤さんがビシッとマジですか春さんに教えていただきます。まあこれめちゃくちゃ難しいですけどでもクリストファー・ノーランっていう監督の作品はIMAX っていう要はその自然の風景を撮るように作られた映画用人を映す用のカメラじゃないえぐいカメラで撮ってるものが多いんですね。だ多分その素敵なテレビで見ていただけたらすげえ IMAX みたいな奥行き感というかスケール感を感じれるんじゃないですかね、うん、じゃあもう全体的にそのクリストファー・ノーラン監督 の,、はい、のそうですインターステラーとかそうねインセプションとかインセプションとか世界で2台しかないIMAX カメラを使ってるんですよ、はい、へえ。あれメメントとかもそうですかメメントの時は IMAX カメラじゃないですよねダークナイトが最初ですよね多分あの冒頭のシーンねそうなんですよ銀行強盗のシーンとかしかも全然数台しかない IMAX カメラを壊しちゃったっていう撮影中にあそうなんですね 2台ぐらいあとねインターステラーの時大気圏の外に初めて出したんだよねそうそうそうあの戦闘機の先っちょにカメラつけて、はい、つけてね、で大気圏の外出ちゃったんだよ、うん、えだからその宇宙の映像が撮れてるんですけど、はい、それでカメラ壊すっていうもうわけわかんないです、そうなんですすごい、すごい映像ですよこれ 4K で見たらこれが地球の外側なんだっていう、うん、わちょっと春さん家にお邪魔してみんなで見たいですねこれみんなで見ましょうかじゃあノーランのブルーレ持ってってポップコーン買ってくわじゃあ差し入れ持ってそう最高っすね4人で行きましょう、ね、行きましょういつか行きましょうじゃあ続いて有川さんにお伺いしたいと思います、はい、あじゃあこれぴったしなんじゃないですかラジオネームチョココさん、はい現在1歳の娘を育てている私の悩みはズバリ子供が可愛くてたまらない。あら、どうしようこの気持ちです。娘は特に1歳を過ぎてからできることが増えて、最近は
いただきますと言うと手を合わせたり、私が手を洗うとタオルを持ってきてくれたり、優しい、もうどんな仕草も可愛くてギューッと抱きしめています、はい、私のこの気持ちどうしたらいいでしょうか、子供が登場して自分の子供のことをもっと大事にしようと思えるようなそんな絵がありますか。なるほど、娘のお昼寝中に映画見たいです。そうだな、350件ヒットしましたけどどうしましょう。あ、めちゃくちゃそんな引っかかりました。どれ系がいいですかね、その中でもね。まあじゃあでもね、なんかこう子供が出てきてで可愛いっていうのはね、はい、僕のワンダフルライフっていうね、これはね、斉藤さんお風呂入った人みたいなはーみたいな、すっごい声出ましたね。気持ちいい、あれは素晴らしいですよ、ハチを撮った監督なんですけど、うん、もう犬映画を撮らせたら世界で一番うまい監督で、もともとその、ベイリーっていう犬とイーサンっていう男の子がいるんだけど、その子を友情物語で、まあね、本当にね、うん、その子供の時からずっと犬と一緒なんだけど、子供も可愛いし、うん、ワンちゃんも可愛いし、ただワンちゃんの方が寿命短いじゃないですか。そうなんですよね。で、この輪廻転生していくって話なんですけど、まあこれはね、本当に愛おしさ爆発の映画です。はい、じゃあちょっと娘さんを抱えながら見たら、最高ですね。最高な時間になります、ね。犬も欲しくなっちゃうかもしれないですね。あら、そしたら。確かに。ほっぺと肉球とね、行ったり来たりしててね。どうしましょう、幸せタイム、そうそう幸せタイム、ほんわか映画ですね。いやー、ちょっとじゃあまだまだ、メール募集したいなと思います。皆さん、はい、メッセージ、あなたのお悩みはベラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE@BAYFM.co.jp までメールの件名に映画でお悩みと書いて送ってください。はい、ということでじゃあここでね、今度は私のバイブルである元気になれるそんな映画バックトゥザフューチャーの主題歌をお届けいたしましょう。ヒューイ・ルイス&ザ・ニュースでザ・パワー・オブ・ラブ。出た、いや最高ですね。いやテンション上がりますね。もうこのパワー・オブ・ラブね、大好き。なんかもうこの疲れてる時にね、こうカツを入れるようなね、はい、素敵なナンバーです。最高です。さあということで、メッセージはハッシュタグベイラインをつけて、ツイッターカンパケ監督の選曲はメールで、ベイラインアットマークベイ FM.co.jp までどうぞ。はい、今日はねサイコロの目が3が出たので、宝くじ10億円が当たるチャンス、いやね、あります。30枚当たるチャンスがあります。皆さん住所、氏名、連絡先を書いて、まだまだメッセージお待ちしております。さあ時刻5時20分を回りました。ベイ FM ザ・ベイライン火曜日、有村コント、岡田ロビン翔子です。さあ6時20分頃からはカンパケ監督シーズン4、今日はこちらのシーンに合う曲を監督になったつもりで演出リクエストしてください。タイトルは知らない街。用意アクション。はあ、学校行きたくないな、勉強やだな、このまま電車でどっか遠くへ行っちゃおっかな。寝ちゃった。え、あれ、ここどこ。はい、カット。もうあの世でした怖い怖い怖い、ちょっとやめてくださいよ。顔なしが乗ってる電車はまさにっていうね、怖い。ちょっともう外も暗くなってる時にそういう発言、みんな影がないっていうねいやー、黄泉の国ですねやっぱりこれはね。でもそんなのもさ、もう曲によっていくらでも表現できますから。そうですね、すごいハッピーな感じもありだし、はいはい、すごいちょっと怖い暗い感じでも、いやー本当っすね、何でもありですもんね。ね、冬なのに階段っていうねさあということで、まだまだ皆さんからね、曲の送り先はベイラインアットマークベイ FM.co.jp、 メールの件名にカンパケとカタカナで書いてお送りください。詳しくはねツイッターに、この音声も載っておりますんで、うん、ぜひどうぞ。この後は翔花ちゃんが街に解き放たれるお時間、千葉チューズオンチューズデイです。千葉チューズオンチューズデイ。千葉チューズオンチューズデイ、この時間は千葉銀スーパーカードの提供でお送りします。さあ千葉チューズオンチューズデイ、このコーナーでは千葉の旬おすすめ情報をお届けします。リポーターは相良翔花ちゃん。はい、感謝を込めて失礼します。相良翔花です。いやすごいなすごいね、やっぱ奇才ですね。褒めてくれてありがとうございます、ね、いや今年もねあと少
士なので感謝を忘れずに過ごしたいと思います。いや大事ですよね。はい、ということで、おおう今日も何ですか、有川さん、なんか冷たくないですか。いや冷たくないよ、もう。え、じゃあ3時間ぐらいこれから話そうか。いいんですか、私は喜んでですよ。感謝を込めて喜んで、ということで今日もよろしくお願いします。お願いします。今日は千葉銀のクレジットカードデビットカードでのご利用がお得になる千葉銀パートナーの一つ、千葉県柏市にあるランドローム湘南店に来ております。お隣には店長の長野さんにお越しいただきました。長野さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、こちらは新鮮な食材を豊富に揃えたフードマーケット。入り口にはですね、今旬の白菜やイチゴがずらーっと並んでますよ。いやー、今夜はお鍋にしようかな。さあ、こちらの店舗はですね、どこを見てもピッカピカなんですよ。ちょっと早めに大掃除を済ませたんでしょうか。はい、ランドローム湘南店は12月4日にオープンしたばかりの新しいお店です。今月できたばかりなんですね。だから綺麗なんだ。どんな特徴があるんでしょうか。はい、店内の通路を広く取っております。行ったりと、楽しくお買い物を楽しんでいただけます。またイベントもたくさん、予備別に開催しておりますので、お得に、お買い物をしていただくことができます。もちろん、新型コロナ対策もしっかりと行っております。私イベント大好きなんですが、今日やってるイベントってありますか。はい、毎日夕方4時から6時まで、店内の、作りたて、出したて、切りたて商品などなどを一斉に販売する夕市を開催しております。毎日やってるんですね。朝市ならぬ夕市ですね。ランドロームはですね、オリジナル商品がたくさんあるので、その作りたてが食べられる夕市、皆さん気になりますよね。今日だとマグロたっぷり盛りだったり、お野菜だとカブが全部98円と本当お買い得なんです。ちょっと待ってください、今ちょうどその夕一のお時間ですよね。たくさんある商品の中のおすすめを教えてください。当店人気商品の真面目シュークリームをどうぞ。ランドロームといえば真面目シュークリームですよね。もう私も大好き。あれ、ところであなたどちら様ですか。はい、私はランドロームの真面目シリーズ開発担当の石井です。担当の方だったんですね。もう急に変わったんでびっくりしちゃいましたよ。では石井さん、改めてランドロームの真面目シリーズのご紹介をお願いします。はい、真面目シリーズとはベーカリーコーナーでおすすめしている手作りのスイーツです。その中でも真面目シュークリームはサクサクとしたパイ生地に千葉県の工場で作られた牛乳をブレンドしたカスタードクリームをたっぷりと入れた商品です。現在、大人気につき生産が追いつかない状況となっております。そうなんです、本当大人気な商品なんですが、シュークリームがパオくらい大きいサイズから一口サイズまであって、本当に真面目に美味しいんですよ。生地がですね、今まで食べたシュークリームの中で一番サクサク、そしてカスタードクリームも程よい甘さで手が止まらなくなる美味しさなんですよ。今聞いてるあなたもお一ついかがですか。食べたくなってきちゃいましたよね。お買い得で新鮮な商品がいっぱい。今夜の夕食はランドローム湘南店で揃えてみてはいかがでしょうか。ということで、長野さん、石井さん、今日はお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後にアクセスをご紹介します。ランドローム湘南店は国道16号線大島田の交差点より北方面へおよそ3分です。営業時間やイベントなどの詳細はランドロームの公式ホームページでご確認ください。今日ご紹介しましたランドローム湘南店ほか、ランドロームでつばぎんのクレジットカードデビットカードをご利用いただくとポイントが2倍とさらにお得です。詳しくは千葉銀パートナーで検索してみてください。お得なお店がおよそ3500店舗と大変便利な千葉銀スーパーカードをご利用してみてはいかがでしょうか。以上、千葉チューズオンチューズで、今日は千葉県柏市のランドローム湘南店から相良翔華が感謝を込めてお届けしました。いやー、まさにね、ロビンちゃんとも今この真面目な、そう
シュークリーム。写真見てますけど、美味しそう。美味しそうだね。でもね、私が食べたシュークリームの中で一番サクサクですよ。本当にサクサクで、手が止まんなくなっちゃう美味しさなんですよ。わあ、美味しそうだな。しかも、大きいのに、一つ、税抜き100円なんですよ。ほう。お安いですよね。パクパク食べちゃいますね。本当ですね。うん、ということで、ぜひ気になった方、チェックをお願いいたします。うん、ということで以上翔花ちゃんありがとうございました。千葉チューズオンチューズデーでした。千葉チューズオンチューズデー。千葉チューズオンチューズデー、この時間は千葉銀スーパーカードの提供でお送りしました。ついに300億円を突破したそうです。今年の映画劇場版鬼滅の刃無限列車編の主題歌リサ穂村でした。さあ、ということで今日のテーマがね、映画お悩み相談室なんですが、3時の母山ママさんからいただきました、うん、有村昆さん、ロビンさん、はじめまして。いつも聞いていますが初メールです。嬉しい。悩みは日常に胸キュンがないので、いつもゲームとかで気を紛らわせています。なので思いっきり胸キュンしたいので、おすすめの映画38歳の私に教えてくださいという。胸キュン。もうじゃあこれロビンちゃん、あ、胸キュンといえば。いいんですか？お願いします。私、胸キュン映画大好きなんですけど、はい、まず、パターソン。おー。という映画。はい。まあ、こうなんか、すごく緩急があるわけではないんですけど、あるバスの運転手さんの、うん、7日間のお話なんですけど、うんうんうん、こうなんか、その方が、普段はバスの運転手をしているけど、趣味で、詩を書いたりするんですよね。で、なんかこう、なんだろう、いつも、何気ない、いつもの毎日が、そうやってこう、詩を書いたりすることによって、すごくなんか特別に、ささやかなことでも感じられるっていう主人公の気持ちも素敵だし、その、奥さんとのシーンが多いんですけど、そのパターソンに出てる奥さん役の方がすっごくチャーミングで、私が男性だったらこういう人と結婚したいなって思うような、女性像なんですよね。だからこう、男性が見ても、女性が見ても、何気ない毎日が愛おしく思える、キュンキュンする、映画がパターソンかなって。すごいな、もうロビンちゃん、ちょっと映画コメンテーターはあんま入ってこないでくれる。ちょっと困るな、もう。伝わってますか、大丈夫。今結構やべえと思いながらも聞いてましたよ。本当ですか。ちょっとライバル増えるの困るな、もう。すごい好き。もうリリコさんの断った仕事をこっちはやってるんですから、もうお願いしますよ、もう。あと男性だったら、世界で一つの彼女も好きです。離婚した男性が、ロボットに恋をしてしまうっていう、うん、耳で。いろんなことをこう感じる。AI のね。そうそうそう。OS に恋しちゃうんだよね。それもキュンキュンする。それもスカーレット・ヨハンソンが恋やってんだよね。そうなんです。素晴らしいです。おすすめです。そして、じゃあもう一つね。あ、この時間ここまでですかね。あと、ここで。いやー、ということでね。ちょっと今軽く脅威に感じました。さあ、ということで、まだまだ皆さんからお待ちしておりますよ。はい。ベイライン@bayfm.co.jp。ツイッターからは、ハッシュタグベイライン映画でお悩み相談室。AFM 78 You are listening to Kon Ali Mula Shoko Robin Okada's The Bayline BayFM 78 You are listening to Kon Ali Mula Shoko Robin Okada's The Bayline さあ、 BayFM は現在スペシャルウィーク閉めた。さあ皆さんね、ベイライン火曜日ですよ。有村コント、岡田ロビン、翔子がお送りしております。そして今日のテーマが、はい、映画でお悩み相談室ということで、よーし、ね、この時間もまだまだ皆さんのお悩みに対して映画でお答えしていきたいと思います。今日はですね、サイコロが3で出たので、10億円が当たる年末ジャンボ宝くじ30枚のプレゼントもあります、はい、ぜひ住所、氏名、連絡先を書いて、ベイライン @bayfm.co.jp までメッセージ送ってください。お願いします。そしてこの時間はゲストにこの方が来ていただいております。ジャガモンド斉藤さんです。どうも、ジャガモンド斉藤です。オラオラ、よろしくお願いします。怖い怖い。映画チンピラ、ね、映画チンピラ、あだ名が映画チンピラなんで、オラオラ言わせていただきました。そんな雰囲気ないですけどね、今のところ。あ、そうですか。はい。いや、怖いですよなんでですか。でも私、ね、最近見た YouTube のチャンネルで、はい、なんかマウント取るのをやめましょうっていう、すごいマニアックな、そうそう、見てくれてますね。映画マウントを取るのみたいな言ってたから、ね、あ、すごい優しい方なんだなと思って今日お会いするの楽しみにしてたんですけどあ、そうですか。実際どうですか、優しいですか僕、まあ、今のところでもなんかちょっと皮があるなっていう。皮がある、皮かぶってるなっていう。いやいや、かぶってないです
かぶってないですよ。川があるってどういうことだろう。一瞬川が流れてるのかと思っちゃった。そうですよね。目の前に何か見えてるってことね。はい、そうです。いや、ここから発揮していきますよ。本当ですか。ちなみに YouTube のチャンネルは、はい、具体的にどういう動画を、はい、いっぱい載せてるんですか。なんか個人のチャンネルの余計なお世話っていうのと、はい、あと呼んでもらってるシネマンションっていうのとおまけの夜っていうのとシャベンジャーズっていうのとなんかもういろいろあって、うん、そうか、おまけの夜もあれ一緒にやってるって手なの。そうです、僕は映画界は僕が呼んでもらってみたいな感じなんで。なるほど。だからそのパラサイトって言われてるんですよね。パラサイト、その規制してるんで。なるほど。なるほど。だからリコンさんのチャンネルにも規制して。そうそうそう、でもそんなつながりで今日もねお越しいただいてる感じ。そうなんですよ。そうそうそう、いろんなことやってるんで。ちょっととりあえず皆さんチャンネル登録。そうですね、すべてのチャンネルを登録お願いします。チェックしていただきたいなと思います。ありがとうございます。じゃあちょっとメッセージたくさん来てますので。よし、行くぞ行くぞ。じゃあもう、じゃあここね短くポンポンポンとね、一問一答であんまり理由説明せず言っちゃいますか。なるほど、作品名だけ。わかりました。じゃあラジオネーム、わくわくのたぬきさん。はい、ありがとう。今年クリスマスは平日で遠距離恋愛中の彼女と過ごせません。うん、クリぼっちを過ごすのにはどんな映画がいいでしょうか。なるほど。ということで、まあ、あの若大将シリーズでいいと思います。若大将シリーズ、もうね、彼の有望さんの僕は幸せだなっつって、まさかの、そうそう、二人ほうって、もう最高です。クリボッチに最高。クリボッチ最高です。斉藤さんは。僕はじゃあクランプスっていうクリスマス映画がありまして。クランプス、はい、あの怖い胸クソな終わり方をするクリスマス映画なんで、要は恋愛はとかじゃない。あ、じゃあもうハッピー、はい、キラキラじゃないですとかじゃない。逆に気持ちがスッキリするかもしれないです。いけーしねーみたいな。逆にねっていう、ね、逆にっていう。そっちではどうでしょうか。なるほど。ムカデ人間もおすすめします。ムカデ人間ちょっと一問一答でお願いします。つなげてみたい、ね、はい、続いてラジオネーム、はい、この方あゆみ里蔵さんからいただきました、はい、小学校5年生の娘と見て一緒に楽しめる映画はありますか。何か見せてあげたいけどなかなかいいのが見つからないんです。春に、うん、バックトゥーザフューチャー見せましたが反応が悪かったです。あれ、なんで反応面白いのに。なのでバックトゥーザフューチャー以外で。あ、じゃあね、うん、僕一からいきます。どうぞどうぞ。アリコンさん、12月の25日これから公開になる煙突町のプペルは本当にね、お子さんも大人も一緒に楽しめる映画なんですよ。 あの金婚西野さん、うんうん、なのでプペルをご覧ください。なるほど。じゃあ、うん、斉藤さんは、まあえて王道でバックトゥーザフューチャーと違う王道でホームアローンとか行ってみたらどうですかね。あれどういう映画ですか。マコーレーカルビン君が泥棒が家に入ってくるんだけど、それをこう撃退する話です。しかも子供がそうお留守番する映画なんで、そうそう、親怖いみたいなのもねちょっと出てくるんで、これいけるんじゃないですかね、これだったら、うん、いいですね、はい、じゃあ続いてラジオネーム、はい、Y ドラゴンさん。私は今いけない恋をしています。あら、やめなきゃいけないのは分かっていますがどうしてもやめられません、うん、そんな私におすすめの映画はありますでしょうか。さあ27歳の方からいただいております、はい、これいい、僕行きましょうか。じゃあどうもお願いします。もうこれしか思い浮かばないです。今泉力也監督の愛がなんだっていう、あ、愛がなんだ、愛がなんだという、ほうほうほう、あの映画がありまして、はい、あのこれはもう本当にもういけない恋から始まる映画なんですよ、もうグレーな、付き合ってもないし結婚する予定もないしでもそういう関係ではあるみたいな、2人からもまずいきなり始まっちゃうという、その映画の終盤になるんじゃなくて、はい、もう最初からです、はい、でこの関係なんだろうみたいなことをこう、うん、こう葛藤して悩んでいくんですけど、その最終的に行き着いた先がすごい素敵なカットで終わるんですよね。あ、ここに行き着くんだみたいな、恋愛が人生全てじゃないんだみたいな終わり方をするんで、これもいいかなと。背中押してくれる、押してくれます、まあ、考えさせられる、はい、僕はね、あえて愛の渦っていうね映画紹介出た、愛の渦、いいですね。これ今ねスタッフさんがメモしながらやってますから、ツイッターにね皆さん、うん、ぜひ見ていただきたい。これはね門脇麦さんがね、まあ、今脱いだってこともすごい話題の映画で、本編9割全員裸です。で、まあ、すごい展開になるんですけど、はい、愛とは恋とは一体何なのかというのを一夜のねドラマで描いてます。ぜひご覧ください。すごいですよね。続いてラジオネームニッコさんからいただきました、はい、私の悩みは両親に結婚前提で付き合っている彼氏をどう紹介するか今困っています、うん、何かいい映画はありますか。はい、お早い、いいよいいよ。私はアバウトタイム、あ、離婚式時間について、はい、取られた取られた。男性の方が、うん、あのタイムトラベルできるって言って、自分が失敗して、はい、あの
思い描いたところに戻れるっていう映画なんですけど、はいはい、それをしてでもあの射止めたい女性がね、うん、いるんですよ。そのレイチェル・マクアダムスさんっていう私が大好きな方がいるんですけど、それ見てると結婚したくなりますよね。だから結婚って素晴らしいって両親も改めて思うのかなと思って、うん、すいません私が答えちゃった。いや最高です。素晴らしい、いい映画。どうですか、まあ、時点としてはね、はい、あ僕行きましょう。斉藤さん、ある意味逆を言ってゲットアウトを、ゲットアウト、両親に紹介するんだけども、恐ろしい展開になる。何それ。ジョーダン・ピエール監督傑作です、これは、うん、もうだからなんだろう、両親に、まあ実家に帰って両親に彼氏を紹介するっていうプロットなんですけど、はいはい、一筋縄ではいかない展開になって、アメリカならではの悩みが、悩みなんです。これを見ると、あ相手のこと、今付き合ってる相手のことをよく知んなきゃいけないな、よく知らないといけないなともより思えるんで、結婚する前に改めて、はい、なるほど。僕はね、ミート・ザ・ペアレンツっていう、あ、いいね、あの両親に紹介する話ですね、はい、すごい、そんなピンポイントで映画出てくるものですか。そうそうロバート・デ・ニーロの、そう、デ・ニーロがその FBI かなんかの特殊スパイなわけよ、はい、スパイで、すごいもうその向こうになるやつをもうね、ちょっとね攻撃するっていう、はい、まあ、そんな映画です。面白い。続いてラジオネームみーさん、はい、私には忘れられない人がいて10年以上片思いをしています。その間に他の人とお付き合いしましたが、やはりその人のことを思ってしまいます。もういい加減諦めたいんですが、どうしたらいいでしょうか。共感できるような映画、吹っ切れるような映画があれば教えてください。君に読む物語でお願いします。あ、早い、ね、これはね本当にもともとその、まあ、戦争だなんだで結局離れ離れになってしまったんだけども、はい、人間は初恋の人を選ぶのか、うん、まあいろんな意味でお金を持ってる人、途中で出会った人を選ぶのか、うん、という真実の愛を探し出す話です。なるほど。斉藤さんは、僕はねソーシャルネットワーク、おーソーシャルネットワーク、あのフェイスブックのね、そうそう作った話のマーク・ザッカーバーグです、はい、の元なんですけど、はい、これ要はフェイスブックがどうやってできてたかみたいな話なんですけど、うん、まあ、要は失恋から始まるこの躍動感でフェイスブックを立ち上げるっていう展開になって、振られるんだよね、はい、なんですけど、まあ、これネタバレになっちゃうと言えませんが、はい、いろいろあってその最後どういう風に終わるかっていうところ、このカットがねまさに初恋とはというか、本当に好きな人っていうのはどういう人なのかみたいなものを感じれる映画だと思います、はい、私はホリデイ。ホリデイね、ホリデイ、失恋してお家を丸ごと交換する、交換するね、クリスマスにぴったりの映画ですよね、はい、大好きです。じゃあ続いてラジオネームカピバラ温泉さんからいただきました。冷え性の私はバケツにお湯を汲んで足湯をしています、うん、ハートウォーミングな映画で心を温めたいです。ぜひ心温まる映画を教えてください。心温まる、いやこのね寒い時期にね見たくなりますよね。はい、じゃあいろいろある。じゃあ僕ね、湯を沸かすほどの熱い愛っていう、ああまさにまさにあれ、温泉のね、うん、話で宮沢りえさんがもう余命宣告されるんですけど、杉咲花ちゃん演じる娘にね、まあ、とあることを伝えるんだけど、まあこれはたまる家族ものです。いやタイトルからしていいですね。ありがとうございます。斉藤さんは。僕はちょっと新しいですけど、ブックスマートっていう映画がありまして、ブックスマート、はい、これ青春映画なんですけど、はい、めちゃくちゃガリ勉の学級委員長ぐらいまでやってた女の子が、うん、女子高生が主人公で、はい、もう卒業しますよってなった日に、周りの遊んでるような友達をバカにしてるんですよ、はいはい、みんなチャラチャラしてるから。でもいざ蓋開けてみたら、周りのチャラチャラしてる友達もみんな実は裏でちゃんと勉強してていい大学に行くっていうことを発覚されて、で主人公がだったら私も遊べばよかったっつって、卒業前夜にめちゃくちゃこう暴れるパーティーに行こうとするって話なんですけど、うん、これはもう要は一方的に僕たちから見てた人、この人多分印象的に悪い人だろうな、うんうん、チャラい人だろうなって思った人たちが全部後半でひっくり返っていって、なるほど面白い、この世に悪い人っていないんじゃないってそう思える、すごい温まる映画なんで、そのメッセージ素敵ですね。素敵なんですこれ、最高なんで見てください。ぜひ足湯をしながら見ていただきたい、はい、あこの時間ここまで、これちょっと6時台もですね斉藤さんお付き合いいただいて、はい、前半戦ね、はい、もうこのちょっと早い展開のやつやろう、楽しい楽しい、いつもこれね今聞きながら今言ったのなんだっけと思った方は、うん、ザベラの公式ツイッターの方に、はい、今スタッフさんが全部まとめて後ほどツイートしてくださいますので、トイレに行く時間ないね、そうですよ今日みんな忙しいんです、すいません、忙しいですね、ぜひそちらをチェックしていただきたいなと思います、はい、皆さんまだまだ懸命に映画でお悩みと書いて、ベイラインアットマーク、bayfm.co.jp、bayline@bayfm.co.jp まで、今日はね、サイコロで3が出たので、10億円が当たる年末ジャンボ宝くじ、うん、30枚プレゼントです。はい、ぜひ、住所、氏名、連絡先を書いて送ってください。はい。
さあそしてね、あと知らない街というのでね、カンパケ監督もお待ちしております。はい、いやこの企画は面白いですね。面白いけどいろいろバン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 変な汗出ますね。だから、ね、僕らも崖っぷちですよ。そう、私あのメールをね事前にお二人に見せてないんですよ。見せてないの。本当にガチでガチでやっております。よし、じゃあガチで6時台も行くぞ。お願いします。Bay FM 78. You are listening to Kone Ali Mula. Show called Robin Okada's The Bayline. せーの、6時です。さあ、キャッチザドリーム Bay FM 全集中ウィーク。Bay FM から夜7時までの生放送です。ベイライン火曜日、有村コント。岡田ロビン翔子です。失礼いたしました。その典型的なびっくりしたもん本当に今更っていうね。いいな。そしてゲストは映画に詳しいこの方です。どうも6時です、ジャガモンド斉藤です。お願いします。あ、ごめんごめん。さっきね、あの、5時ですっていうのをね、うん、スルーしたリスナーの方が、ちょっとって。申し訳ない。そんな厳しいんですか、ね、もうね、みんなでやろうっていうね、アリコンさんが始めたんですけど。ね、みんな一緒だよ。いやフォロー下手。もう取り返しがつかないじゃないですか。みんな一緒だよ。今も皆さんつぶやいていただいてますからね。そうそう、今を生きるっていう映画あるからこれ見て。いい映画でしたね。いいすぐ映画につなげるね。ロビン・ウィリアムス最高ですよ。さあということで、はい、あのこの時間でね、斉藤さんとはお別れなので時間までお願いいたします。はい、よし、ギリギリまでやろう。よろしくお願いいたします。じゃあもう早速行こう。行きますよ、はい。映画でお悩み相談室、うん、スタートです。まずラジオネームこの方は。かりんさんからいただきました。26歳の女の子、はい、最近コロナもありお腹を抱えて思いっきり笑えていないので、うん、思いっきり笑えて楽しめる作品はありますか。うん、なるほど。確かに笑いたいって思いながらね、こう映画を見ること多いですよね。うん、何かありますか。す、ね、じゃあ僕はジャック・ブラック主演のね、はい、スクールオブロックっていうね、あ、もうご機嫌な映画がいいですね。はいはいはい、はい、あのロッカーが売れないロッカーが先生になるっていう、うんうんうん、まあ、そんな話ですね。うん、はい、斉藤さんはじゃあ僕はそのコロナの状況をある意味ゾンビ映画と重ね合わせた上でのコメディ映画として、コメディショーオブザデッドというサイモン・ペクト・ニック・ロスト主演の見たことない傑作、ショーオブザデッド最高ですよ。まあなんだろう、もう大人になれないね、あの男お友達2人がいろいろやる中でゾンビのパンデミックになっちゃうんだけど、その2人ならではのこう解決方法でなんとかこう頑張っていくけどみたいな、でオチも最高なんですよ。これ気になりますね。友達っていいなって思える映画なんでぜひ見てください。ぜひ。続いてラジオネームアリフレッタさんからいただきました。ありがとうございます。これ私がね、 どの映画を2人が進めるのか一番気になってるんですけど、なんだ怖いよ。今年は我が家の柿の木に実がなりませんでした。こんなことは初めてです。面白い、面白い。来年柿の木に実がなる映画を教えてください。面白い。こういうの大好物、大好物。ちょっと斬新な切り口で。あさってのやつだね。これ ね、 これね、スタッフさんのメモ書きにも柿の木に実っていう。はいはい、あ、早い、ツリーにかけまして、ツリーオブライフ。ツリーオブライフ。ブラッド・ピットが出てくる映画なんですけど、はいはい、テレンス・マリックっていう記載が撮ってるやつで、はい、もうね、わけわかんないよ。だからもう明後日の映画なんですけど、これ分かる人いたらもうぜひねメールください。別にあの柿の木が出てくるわけではないですよね。ただツリーがこのファミリーツリーみたいなもんですよ。はいはい、こう家系図のね、人間のこう幹となり枝となりっていうのなんですけど、意味深ですよね。すごい不思議な映画なんでぜひ見てください。なるほど。ちょっとさすがに斉藤さんこれはないですよね。いきます。じゃあ頑張って。おさっきも音楽流れてましたが、隣のトトロで。おー、隣のトトロ。これはどういう、隣のトトロで、はい、あの夢だけど夢じゃなかったっていう名台詞があるんですが、その前にトトロたちと一緒にこう、パッてやって、あ、やるやる、土から芽を出してね、はいはいはい、こうわーっと木になってくみたいな最高の場面があるじゃないですか。あのシーン大好き。あれ上がるよね。あれを柿の木に見せたら多分グローアップしようと思うよね。そう、ね、ないいですね、このお二人のヒヤヒヤ感の。俺たちこれね知らされてないからね。そうよ。さあ次、はい、ギリギリアウトでしょこれ。どん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 行こう、どんどん。愛子さん、はい、年末旅行に行く予定でしたがコロナの関係で中止になってしまいました。仕方がないと自分に言い聞かせています。こんな気持ちの時に見る映画を教えてください。なるほど。ということで、まあ、旅行に行けなくてちょっと気分転換したいと思ってる方、有子、うん、はい、さん、ね、これね、ジャッキーチェン版もあるんですけども、昔のバージョンの80日間世界一周っていうの行こうかな。おーおー、それタイトル。気球に乗って、はい、その世界中を巡ってくってやつで、日本もね、はい、出てくるんですよ、はい、ただどう見ても中国なんです、それが。
もう日本と中国混ざった奈良の大仏が出てる、ね、そうそうそう、なるほど、ぜひご覧ください。じゃあ斉藤さん、まあ、僕はまあ寅さん全部見てとは思うんですが、もう旅行しまくってるんで、まあ、あえて寅さん外して007のスカイフォールっていう映画があって、まあ、やっぱスパイ映画ってあの旅行映画なんで、うんうん、その全世界にこういろいろ行ってこう悪党と戦うっていう話なんで、まあ、香港も出てきますしロンドンも出てきますし、いろんな子、しかもねあの監督がサム・ウェンデスって監督で、すごい綺麗な007シリーズで一番綺麗な海外の撮り方を、ちょっとシンメトリーみたいなの撮り方する、街並みとかも見れますし、もちろん街中で大暴れもするんで、ちょっと旅行の気分にもなれるかなという気がしますね。いいですね、はい、私はホノカーボーイが好きです。はい、続いてラジオネームこの方は、はい、まなみのパパさん、1989年、制作の、SF モンスター映画デプスを映画館で見てからというものの、水が怖くなりました。なるほど。何か水がテーマで楽しい、水が怖いという気持ちを克服できそうな映画はありますか？はい、克服ね、はい、はい、有子さん、あんな、そっか、取り下げようかな今の。いやだからシェイプオブウォーターもいいかなと思ったんだけど、いいです、ね、でもあれね、半巨人の話なんで水じゃないんだよ。ああそうなんですね、まあ、タイトルにウォーターはついてるけど、あれだ、レディインザウォーターだ、あの、はいはい、シャマラン、シャマラン、エムナイトシャマラン、クソつまらない映画ね。ちょっとレディインザウォータークソ映画だったの、面白い映画紹介してください。1ミリも面白くなかった。ちょっとちゃんとマナミのパパさんがね、水が楽しいと思える映画、シャマランに対しては一言言いたいもん、本当にキレるじゃん、お前ふざけんなよっていう、怖い、本当にシックスセンス以降全然ダメなんですよね。ちょっと前の映画だから許してあげてくださいよ。そうしましょうかね。エアベンダーとかひどかったもんね。エアベンダーはもう黙ります僕は。喋ってくださいよ。そうなんだよ。じゃあ僕行きます。斉藤さんお願いします。アクアマン、アクアマンいいんじゃないですか。 そう水のヒーロー、 あ、まあ、ある意味半巨人ヒーロー、 DC コミックス、ちょっと有子さん静かです。有子さんありがとうございますね。DC コミックス原作にはバットマンとかスーパーマンとかの並びにアクアマンっていう、パッと見あのなんかこうホームレスみたいに見えるんですけど、うん、そうじゃなくて、うん、水の中すごい速く動けて戦えたりとかっていうやつなんですが、はい、あくまでもほぼ海の中のシーン。あら、そうそうそう、じゃあちょっとまなみのパパさんにぴったりなんで、めちゃくちゃぴったりだし、あのラッセンの絵あるじゃないですか、はい、ラッセンの絵が本当に動いたらこんな感じだろうな、う、ね、みたいな、綺麗で可愛い絵がずっと続くんで、あくまでもおすすめです。お、はい、素晴らしい。じゃあ続いて、はい、あ、この時間終了、ここでお時間でございますか。いやー、うん、あっという間でしたね。全然できるねこれ。いけますかね。今度あの YouTube でチャンネルでさ、お互いのコラボでなんかやろうよこれ、ね、やりましょうか。絶対いけるよ。ちょっと今日の続きみたいな感じでね。そうです、延長戦、続きはぜひね。だからあのジャガモンと斉藤さんの YouTube チャンネル、皆さんね、ぜひね、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします、うん、いやもう本当にあっという間のお時間だったんですけど、斉藤さんの今日の感想と、はい、あのちょっと告知があれば、はい、リスナーの皆さんに一言お願いします、はい、いやもうめちゃくちゃやりやすく楽しくやらせていただきまして、ただ途中で M ナイトシャマランでブチ切れちゃった。リコンさんが、いや急に俺でスイッチ入るんだよ、どうしたんだろう。 M ナイトシャマランだけは許せないんだよ。それはいやいや、本当にそれまでね、もう穏やかだったのに、そうですよ、ね、急にロビンさんの目見てブチ切れ始めるから。いや急にスイッチ入っちゃうの。そうなの、アクリル板があってよかったですよ。よかったですよね。いや毎回今回こそは大丈夫だろうと思って見るんだけど、うん、毎回裏切られるわけよ。いやだって、いや僕がシェイプウォーターじゃないや、うん、そのレディーンザウォーターって僕が言っちゃって反応するなら分かるんですけど、有子さん自分でレディーンザウォーターって言った上 で、 ですよ、ね、あいつは許せないんだよっていうのは自らでしたもんね。ちょっと近寄りがたい存在でしたよ。ちょっと急にごめんね、ちょっとスイッチ入っちゃった。そこだけびっくりしましたけど、はいはいはい、いやでもめちゃくちゃ楽しかったんで、ね、またぜひ、ちょっとまたぜひお願いします。遊びに行ってください。お知らせは大丈夫ですか。あのツイッターをやっておりまして、はい、あのたくさんいろいろやってるんで、はい、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。ということで今週のスペシャルゲスト、お笑いコンビジャガモンドの斉藤さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お邪魔いたしました。さあ引き続き皆さんメッセージ送ってください。ベイラインアットマークベイ FM.co.jp までお待ちしております。さあ今日はあなたのお悩み映画で解決しております、はい、あのツイッターの方にね、今日ご紹介した映画が全部載ってますので、ザ・ベイラインの公式ツイッターも見てください。ぜひぜひ。お送りしたのは2005年に公開された映画オールウェイズ三丁目の夕日の主題歌 D51オールウェイズでした。さあ来週12月22日火曜日夕方4時からは快適生活ラジオショッピングスペシャル、年間売れ行き上位の厳選15商品をワクワクとともにお届けします。ワクワクしますね。ワクワクしますね。全国のラジオやテレビ
新聞、ショッピングでもおなじみの総合通販の快適生活が2020年年間売れ行き上位の商品の中から厳選の15商品をワックワクでご紹介する3時間です。大人気のタラバガニやズワイガニ、ドライブレコーダーや体温計までよりすぐりえりすぐりの商品をお買い得価格でお届けします。お相手はザ・ベイライン火曜 DJ 有村昆さんと私岡田ロビン翔子です。さらに快適生活といえばこの方たち、森進さんと小松明子さんにもご出演いただき15商品の魅力を余すことなく伝えていただきます。快適生活ラジオショッピングスペシャルとしては5年ぶりの開催、皆さんも気になる人気商品をチェックしておいてください。来週12月22日火曜日夕方4時スタートです。お楽しみに。カーンパケ監督シーズン4、さあこの時間をもってエントリー終了です。カーンパケ監督シーズン4、このコーナーは20秒ほどのショートストーリーに監督となったリスナーの皆さんが音楽をつけて演出しカーンパケてもらおうというものです、はい、最優秀監督賞を取るとエアメガホン1本を贈呈、これが5本貯まると本物の20秒 CM を納品できる権利をプレゼントします。さあ前回のカーンパケ大賞は、はい、ニョペヤマ監督が1本目のエアメガホンをゲット。これまでエアメガホン5本以上ゲットした巨匠は現在15名、うん、エアメガホン4本ゲットしているのは現在8名が巨匠へリーチ、そしてエアメガホン10本以上を獲得しているエグゼクティブプロデューサーは2名だけとなっております。さあということでね、今日もたくさんいただいてますよ、ね、タイトルは知らない街、ジル監督は田舎へ行こう今の京志郎さん、ペロ監督はエグザイルのチューチュートレイン、アヒルちゃん監督は中島美嘉雪の花、小牧吉監督はラットインプス夏の星、ラジオネームサヤリン監督はレミオロメン粉雪、ピース監督はサンボマスター世界はそれを愛と呼ぶんだ、おアルパカ監督安全地帯あの頃へ、アラアオママ監督は風の谷のナウシカのレクイエムのサビ、タエマル太郎監督はヨドバシカメラの曲、ダート監督はテイラースウィフトのウェルカムトゥニューヨーク、サンパル監督はユキさんの長い夢、桃の母監督は線路は続くよどこまでも、などなどいただいております、うん、さあそれでは早速最初に選ばれし監督は三段バラの4段目監督ですね。ほう、いやー今の季節にぴったりだったので選びました。なんだろう、それでは演出はこちらです。用意アクション。はあ、学校行きたくないな、勉強やだな、このまま電車でどっか遠くへ行っちゃおっかな。寝ちゃった。え、あれ、ここどこ。さあこちら三段原の4段目監督太田博美さん、さらばシベリア鉄道です。うーん、ね、もうシベリアまで来ちゃったってことですね。いやすごいですね、私には思いつかなかったですこの発展。だから今の季節ってのはまさに雪景色。なるほど。でしかもこのシベリア鉄道ってすごいのがユーラシア大陸ってその地球の5大陸の中でも一番大きい大陸なんですけど、うん、もうシベリア鉄道ってそれを繋いでるわけですから。そっか、めちゃくちゃ長いんですよ、だって日本の北海道から沖縄どこの騒ぎじゃないですもんね。そうですよね。いや何日間かかるんでしょうね。なんかこれが映画になったらすごい壮大な物語になりそうな感じがしますね。さあ、まあ、シベリア超特急って映画もありましたけどね、うん、はい、マリコさん詳しい。あの水野ハロー先生がね監督やった。あ、そうなんですね。あの棒読み台詞がね、まあ印象的でございますね。あの電車の中なのに揺れてないって。あ、そうなんですね。そうなんです、ね、というそんなマニアックな映画もあります、はい、じゃあ続いてラジオネームこの方ムーンダスト監督からいただきました、はい、お、気になりますね。この監督の演出はこちら。用意アクション。はあ、学校行きたくないな、勉強やだな、このまま電車でどっか遠くへ行っちゃおっかな。
寝ちゃった。え、あれ、ここどこ、俺んとこ来ないか。さあ、ムーンダスト監督が選んだのは騎士団のワンナイトカーニバル。もうあの木更津まで行っちゃったんですね。ね、ってことですよね。かっこいい、俺んとこ来ないかい。いやだからいいですね。ちょっと真面目そうな主人公の男の子が、はいはい、あの騎士団の方が目の前に現れたらはーってなりそうな絵が。もうあの前回 のナゲッツの方のね髪の毛もすごかったですけど、リーゼントが忘れられないですよ ね騎士団もだからリーゼントがバッチリ決まってますからね。確かに、いやいいですね、はい、素敵です。さあ、それではですね、続いての選ばれし監督は船橋のクロニャン監督です、うん、もうこんな時は開き直るしかありません。演出はこちらです。用意アクション。はあ、学校行きたくないな、勉強やだな、このまま電車でどっか遠くへ行っちゃおっかな。寝ちゃった。え、あれ、ここどこ。さあ、ということで開き直るしかありませんというね、船橋のクロちゃん監督は伊州佳代子さんで教えてアルプスの少女ハイジでございました。いや、いいな、これ寝て起きてこの世界だったらもうすぐ行きたい。もうだってさ、あのブランコね、すっごいこう長いブランコ、あ、いい天気の日にいいですね、やりたい、恩人ね、そうそう、で、あのでもちょっと家庭教師もついてきますけどね。あ、そうか、漏れなくそうそうそう、トライしてみようみたいな。いいですね。いやー、ということでね、いろんなバージョンが出ておりますが、はい、なんとロビンちゃん、ちょっと私もこの曲合うんじゃないかなと思って思いついたんですけど、ちょっとスタッフさん、はい、いいですか、ちょっとバタバタ準備していただいて申し訳ないんですが、私が演出したのはこちら。用意アクション。はあ、学校行きたくないな、勉強やだな、このまま電車でどっか遠くへ行っちゃおっかな。寝ちゃった。え、あれ、ここどこ。ということで、ブルーハーツトレイントレインをお送りしております。これね、あの他にもラジオネーム、はい、青い三角フラスコ監督、アスナ改め肉団子骨太郎監督、スリーセブン監督いただいてました。ありがとうございます。いや、皆さんビシビシと、もうこれでロビンちゃんともう一緒という。そう、私この曲どうしても聴きたかったんですよ、はい、なんかもうどこまでも行っちゃおうじゃないかっていうね楽しい気持ちになりますよね。確かに確かに、嬉しい、皆さんと一緒に聴けて幸せです。ありがとうございます。さあ、ということで今日の振り返りです。まず1曲目、演出は太田博美さんの、さらばシベリア鉄道。2曲目、騎士団さんのワンナイトカーニバル。3曲目、伊州佳代子さん教えてアルプスの少女ハイジ。そして4曲目は、ブルーハーツトレイントレインでございました。さあ、こちらね、今日の審査員、ゲスト審査員ですけども、お、あ、エアロガさんはね、寝落ちといえばで恵比寿さんですかとかいろいろ来てますが、はい、あー、鶴安さんもね、いろいろ淀川先生ですかとか来てますが、私が選んだパパボンノさんもね、水野晴郎先生とかいいんですが、サンパルさんの鉄道といえばホリプロのマネージャーみなみなさんです。マネージャー、マネージャーさんいらっしゃいましたか。あのタモリクラブでおなじみのですよ。はいはいはい、はい、ね、あの斜め45度の方もね、あ、そうですよ、岡安さん、岡安さん、あ、岡安さん、鉄道といえばです。そうだ、もう鉄道といえばですもんね。そうそうね、うん、ということでね、岡安さんと南田さんが遊びに来てくれました。あ、さあ、あ、これでいきますか。わかりました、いきますか。それでは最終監督賞はこの方です。用意アクション。はあ、学校行きたくないな、勉強やだな、このまま電車でどっか遠くへ行っちゃおっかな。あ、
寝ちゃった。え、あれ、ここどこ？口笛はなぜ遠くまで聞こえるの？よ、おめでとうございます。ということで見事選ばれたのはお一方ですね。船橋のクロニャン監督でございます。石井佳代子さん、教えてアルプスの少女ハイジでございます。最高でしたね。え、もうスイスまで行っちゃったっていう最高ですね。いや、最高ですね。はい、ということで、エアメガホン1本船橋のクロちゃんにはプレゼントさせていただきます。はい、これ何本目って今わかんないよね、これね。この方はちょっと今初メガホン、やりましたね。またね、さすがですね。送っていただきたいと思います、はい、さあ、ということで、まだまだね、皆さんから、シチュエーション回答送っていただくだけでも採用されれば1本エアメガホンを差し上げます、うん、ということで今日のカンパケ監督はここまで。次のシーンをカンパケるのはあなたかもしれない。 1,2,3 Now Thanks for listening. This is the Bayline. ゆうゆう千葉。さあ、ここからはゆうゆう千葉、はい、毎週金曜日18時45分からオンエアしているみんなの力千葉と連動して新しい千葉の楽しみ方を発信するこのコーナーです。今日はどんな新しい発見を伝えてくれるのでしょうか。ドア玉のね、一言も楽しみでございます。千葉ナビゲーターの中西ゆりさん、よろしくお願いします。はい、芸術的な眉毛の太さ、千葉ナビゲーターの中西ゆりです。毎週月曜から木曜のこの時間は今だからこそ知ってほしい千葉の魅力を紹介しています。さて、今週ご紹介しているのは千葉県の県庁所在地千葉市。千葉くんのちょうど顎のあたりですが、そんな千葉市でアートを体感できるスポットが千葉市美術館です。今年はちょうど開館25周年を迎えました。これまでは区役所との複合施設で一部のフロアが美術館として利用されていたんですが、この7月に改修されて11階建ての建物すべてが美術館としてリニューアルオープンしました。充実したスペースには注目の新設フロアがたくさんあります。まずご紹介したいのはアートを体験して学べる作りかけラボ。五感で楽しむ、素材に触れる、コミュニケーションが始まるという3つのテーマを軸にアーティストがラボに滞在して空間に合わせて作品を作っていきます。訪れた人々と関わりながら新作インスタレーションを作るんです。そして滞在制作が終わった後も見に来た方がラボに参加することで空間が常に変化し続けていくと、クリエイティブな作りかけの状態が生み出されるんです。ずっと完成しない、変化していく作品っていうのも面白いですよね。さらに館内には体験学びの場、みんなで作るスタジオも登場しました。ここは自分の得意なことや好きなこと、ワクワクすることをみんなが持ち寄ることで作られていくクリエイティブなスペースです。人と人、アートと人、地域と美術館がつながるプロジェクトが展開していきます。そして今回新たに拡張された常設展示室では、近世から近代の日本絵画と版画、1945年以降の現代美術、千葉市を中心とした房総ゆかりの作品という美術館が掲げる3つの方針に沿って集められたコレクションおよそ1万点からさらにえりすぐりの作品が展示されています。季節やテーマに合わせて定期的に展示会をしているので何度も行ってみたくなる常設展示室になっています。他にも館内には美術にまつわる図書およそ4500冊を揃えた美術ライブラリーも設置されています。子供がアートと初めて出会う絵本や児童書のほか、どなたでも気軽に楽しめる美術雑誌や作品集など、本を通じて美術に触れることができるんです。お子さんからご年配の方まで全世代がアートを堪能しながら過ごせる美術館へ生まれ変わった千葉市美術館。毎週金曜日と土曜日は夜間開館として夜8時まで開館しています。仕事終わりにフラッと立ち寄ってアートに触れてみるというのもいいですね。今日は千葉市美術館をご紹介しました。いやー、
中西ゆりさんありがとうございました。これね、お子さんからこうおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが楽しめるっていう場所だからすごくいいですよね。ねえ、うん、しかし芸術的な眉毛の太さっていうね、気になる、気になりますね。オンザ眉毛なんでしょうか。どうなんですかね。ちょっとそこもね、ちょっと注目したいと思いますけど、今日ご紹介した千葉市美術館についてはベイラインのブログからも確認いただけます、はい、ぜひチェックしてみてください。身近にある千葉の魅力を知って地域を応援していきましょう。お出かけの際はしっかり感染対策を取り、また施設の周辺にお住まいの方へのお気遣いもお忘れなく。以上、ゆうゆう千葉でした。ゆうゆう千葉、この時間は千葉県の提供でお送りしました。さあ、時刻6時41分です。有村コント、岡田ロビン翔子で7時までお送りしております。さあ、今日はね、映画でお悩み相談室。いやまだあるんですね。まだね。たくさんいたら、嬉しいな。なんか、有村さん、はい、ちょっと疲れてませんか？もうそろそろ解明をお願いします。もうちょっと、そろそろ魂が、はい。オープニングの時とちょっと顔色が。ちょっとね、糖分が。変わってきましたけど。お願いします。ちょっと紹介したいと思います。ラジオネームこの方、マミさんからいただきました。よーし。今、繁忙期で残業続きで疲れが溜まっています。僕と一緒ですね。週末に癒してくれる癒し映画教えてください。阿弥陀堂だよりでお願いします。早い。北林武江さん、寺明さん、樋口かな子さん、その辺が出てるね。うん、もう本当に何も起こらないんですよ。何も起こらない映画、日々これ口実、これもおすすめですね。キケキリンさん、食べみかこさん、これも素晴らしい。あの日々ってのはただ日々平穏に成功うどく、まあ、晴れた日は畑を耕し、うんうんうん、雨の日は読書をする、それでいいじゃないかっていう映画ですね。素晴らしい一本です。癒されますか？癒されます。はい、私もお願いします。さっきねちょろっと言ったんですけど、あのほのかボーイ、ほのかボーイっていう、あの2008年かな、あの日本人、あのハワイに、あの住むことになった日本人と、もともとハワイに住んでいた日本人とのこう人々との交流を描いた映画なんですけど、なんかすごくそのハワイの大自然と美味しい食べ物が出てくるんです。その映像を見てるだけでもいい、ね、すごいなんか旅行した気分にもなるし、ハワイってのがいいじゃない。そう、しかもホノカっていうすごいハワイの田舎の方の場所なんですよね。で、そこに出てくる、さっき言ってたの、男は辛いよにも出てくる、倍賞千恵子さんっていう女優の方がいるんですけど、うんうんうん、その方が演じている役が、あの、その岡田将生さんが演じる男の子に対して、あの、私の家に来て毎日ご飯作ってあげるわよって言って、うんうん、いろんな美味しいご飯を作るんですけど、そのなんか温かい感じとか、最高ですね。すごい癒される、なんか穏やかな気持ちになるので、うんうん、なんか日常を忘れられるのかなと思って、おすすめです。穏やか行きましょう。あ、2009年公開のほのかボーイ、おすすめです、はい。続いてラジオネームグレートティーチャー山口さんからいただきました。ありがとうございます。私は仕事人間で奥さんと息子二人に迷惑ばかりかけているんですが、今日は次男の2歳の誕生日なので定時で帰っているところです、うん。これからも仕事を頑張ろうと思える映画はありますか？もしよかったら教えてください。いや、もうこれはめちゃくちゃありますね。仕事を頑張ろう映画ね。何ですかね。そうだな。アリコンさんがね、ありすぎてっていう顔してるんですよ。いや、もうありすぎて、どれのジャンルで行ったのがいいですかねっていう感じなんですけど、まあでもなんか僕、ハリウッドで最も長く仕事されてる方で、未だもって第一線のクリント・イーストウッド監督の許されざる者とかいいんじゃないですかね。許されざる者、はい。まあっていうよりはね、そのお話そのものよりはもうクリント・イーストウッドという、御年90歳超えてもなお1年に1本映画撮ってるっていう。で、監督もやれば、主演でももうマカラのウエスタン時代から素晴らしいですし、で、ダーティーハリーでもまあ、第一線でやられてますし、今もね、30歳年下の奥さんかなんかいるんですけど、奥さんじゃないのかな？うん。まあ、いろいろです。はいはいはい。いろんな。もう、あそこもカウボーイです。ダーティーハリーだな。すごい。本当に、マグナムがすごい。そうなんです。90歳のマグナムですよ。すごいな。何を聞かされてるんですか、私は。いや、クリント・イーストウッドは本当にすごいと思います。日本で言うと、だから山田洋次監督ですよ。あ、似てるものが。やったもうさ、今、御年88歳ぐらいですよ。そっか。で、今だもって新作映画撮ってるわけでしょ、うん、家族は辛いよとか。そっか。すごいです。素晴らしい。はい。じゃあ最後かな、もう一つ。ラジオネーム、ピースさんからいただきました。ありがとうございます。私の悩みは筋トレです。トレーニングで、ワークアウトしたいのに最後の追い込みで気持ちが折れてしまいます。折れない強い精神力をつけたいです。よろしくお願いします。
まあ筋肉系だったらやっぱり昔だとねシルベスタースタローンさっきの斉藤さんもありましたけども、うん、はい、ありましたが、まあ、今だとやっぱドウェイン・ジョンソンの映画いいんじゃないですか。ほう、ジュマンジとか、ジュマンジとかランページとか、ランページ、まあ、全ては筋肉で解決するって映画ですね。細かい作戦はどうでもいい、はいはいはい、強行正面突破だっていうだけの映画です。え、あ、そうなんですね。筋肉は裏切らない、もうそれでいいじゃないかって。すごい、なんかそんなにピンポイントでこんなにお悩み解決できるとき思ってなくて私感動してます。すごいですね。だ、筋肉ってワード出てこないですもん。いやいや、筋肉さ、だってジョエン・ドンソンもそうだし、ジェイソン・ステイサムとかさ、うん、その辺の筋肉系、シュワちゃんだってたくさんいるじゃないですか。あ、そっか、はい。いやー、ちょっといろんな映画が知れて楽しかったですね。いやー、もあっという間ですね。でも本当皆さんのね、うん、お悩みが、たくさんいただけて本当ありがとうございました。ね、解決できてると嬉しいですが、少しでもね、ちょっと背中を押せればと思っております。はい、ということで皆さん今日もたくさんのメッセージ。ありがとうございました。ありがとうございました。エンディングにふさわしいですね。本当ですね。お送りしているのは竹中直人さんによって2005年に映画化されていますスーパーバタードッグさよならカラーでした。さあということでね、時刻6時ですって最後言おうと思ったんですけど、終わりですって言おうと思ったんですが、はい、ちょっとそんなテンションの曲じゃないっていう ね、 そうですね、余韻を少ししっとりとね、はい、さあということでキャッチザドリームベイ FM 全集中ウィーク1等前後賞合わせて10億円が当たるチャンス、それでは皆様お待ちかねの年末ジャンボ宝くじ当選者発表です。今ここにたくさんありますが、アリコさん振って振ってシェイクしていきます。お願いします。じゃあね、どれにしよっかね。じゃあこれいってみようかな。ポチ、ドドン、お、お、ラジオネームクノッペさんの方です。おめでとうございます。いやー、おめでとうございます。いやー、当たりましたよ、ね、今日はサイコロが3ということで30枚やった、ね、かなりこれ夢が広がりますね。うん、いや、ちなみにね、このボヘミアンラプソディが好きになったんですって。お、柏市の方おめでとうございます。おめでとうございます。さあということでね、明日4時からでございますが、駒村大ちゃんと林家玉平さんの水曜日ライン、技の習得と鍛錬と題して、うん、あなたがしたい習い事とできるようになったことを大募集。なんとゲストに動物モノマネ芸を得意とする演芸家江戸屋小猫さんが登場。お楽しみに。そして来週12月22日火曜日夕方4時からは、快適生活ラジオショッピングスペシャル、年間売れ行き上位の厳選15商品をお届けします。全国のラジオやテレビ、新聞、ショッピングでもおなじみの総合通販快適生活が、2020年の年間売れ行き上位の商品の中から厳選の15商品をご紹介する3時間、お聞き逃しなく。いや、楽しみですね。楽しみです。さあそして、はい、この後7時からはインターエクスプレス、 DJ は門脇智子さんです。こんばんは。今日は3だったのね。そうなんです。門脇さん昨日1なんですよ。私動画見て10回ぐらい見ちゃいました。公式の振った、公式の門脇さんが1出した瞬間、はいはいはい、止まるんですよ。かわいいと思って。あのショックったらないよね。今日は威勢よく6狙うって。今日こそ今日は行くんじゃないですか。6行っちゃうんじゃないですか。まだ昨日からどの番組でも6は出てないっていう話なので、一番乗りかもしれませんね。もう今日こそ頑張る。今日も動画見たいな、はい、6を目指しな動画6を目指しながらお届けするインチューエクスプレスのスペシャルウィーク、今日も洋楽紅白歌合戦で盛り上がっていきますので、ぜひ一押しアーティストのリクエスト待っています、うん、はい、ということで引き続きベイ FM 門脇さんの番組もお楽しみください。お楽しみください。さあそろそろエンディングのお時間です。浜ちゃん、アリコンさん何も見ないで答えてるんですか。だとしたらすごすぎるっていう。あ、それ私もさっき読もうとした、本人が読んだ。いやー、できちゃうんですよこれ。いや本当に何も見てないんですよ、資料とか。いきなりですもんね。怖い、恐ろしいですね。いや、もう崖っぷちでしたね。そろそろ戒名をつけたいと思います。ということで有村コント岡田ロビン翔子でした。